にちは、みょんです。今日はですね、私が持ってる水着をご紹介したいと思います。持ってる水着ほとんどがその大会に出るタイミングの時だったり、まあ、夏に海に行っていく時のものだったりをいろいろ選んでたんですけど、この一番左上にあるやつ以外は全部ダレアのビキニです。これが一番最初のコンテスト初めて出た時、サマースタイルアワードの2016年去年の東京予選で初めて出た時に着た水着です。でこの黒もそうで、去年のノービスと、今年の東京予選に出た時に着た黒の水着です。なんでダレアの水着ばっかり持ってるのかっていうと、その去年のダレアの水着のブランドのお尻のコンテストがあった時にいろいろいただいたものだったり買ったものがほとんどなんですけど、このダレアのビキニって体のラインとか、そのブラジリアンのビキニが多いんですけど、めちゃくちゃその体のラインがすごい綺麗に見えるんですよ。なんでいつも大会の時は絶対というか、もうビキニそのもの自体はダレアのものしか買ってないです。他のやつとかも結構大会の時はこういう柄物とかよりもこの単色、こういう単色のものを選んで着てあげる方がすごくおすすめで、やっぱり体をしっかり見てもらいたいので、大会に関して言うと、なのでこのあんまりこういうガラガラしたものじゃなくて単色選ぶ方がおすすめです。海とかはもちろんこういうこの辺のカラーのデザインのものを着ていてもすごく可愛いと思うんですけど、日本大会がその7月の23日にあるので、その新しい水着を買いに行く時の動画などもちょっとアップしていきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日は私の持ってる水着をご紹介させていただいたんですけど、トレーニングしてない女子とかでも本当にダレアのビキニはすごく体のラインを綺麗に見せてくれるので、ぜひぜひ皆さん一度チェックしてみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またねー。